は体が風船のように膨張している状態、膨らんでいる状態、膨らんでいる人を見ると、あ、ストレスかかってるなと、あ、この骨出っ張ってるな、あ、この筋膜張ってんな、皮膚が張ってんなみたいなものが見えるようになるんですね。で、骨のストレスとか筋肉のストレス、筋膜や皮膚のストレスなど膨張している箇所っていうのは重みやテンションがかかっています。バーンとバーンとテンションかかってたりとか、そこストレスのかかっている場所は重たい。なので最初はね、その、重みとかテンションっていうところにとか、あとストレスという概念に普通の人は意識がないでしょ。だから見えないんです。でも抽象度を上げてストレスという観点で、自分の体を触ってみたり、重みという観点で自分の体を触ったり見たりとかすれば、ちゃんと見えるようになるんですよ。感性の高い人っていうのは何が重いか何が軽いかも分かるでしょ。自分のどこの場所が重たいのか、どこの場所が、あ、右手と左手を比べた時に右手は軽いけど左手が重いなとか、なんとなく分かるでしょ。これはその視点があるから見えるんです。視点がない人はずっと気づかない、自分のその重たい場所に気づかないし、自分のテンションがかかっていることに気づかないんですね。だからそうやって触ってみたら分かるもんなんですよ。全身なんですよ。だから大変なんです。人間の姿勢を変えていこうって言ったら、姿勢っていうのは全部やから、肉体のこの物理空間ので、心の姿勢もですね、まあ今は肉体の話をしますけど、そのどれほど頭の先から足先まで自分の体に注意が向いているのかというのが人からも見える。で、人が例えば立っている姿勢であったりとか、座っている姿勢、歩いている姿勢っていうのを見た時にでも、僕らから見たら、あ、気が抜けてるなっていうのが分かるんです。で、前に体重がかかりたがってるなとかっていう意思ね、意思と 方向性とその気の強さ、こんな人歩いてる、前にすんのめて歩いてる人いるでしょ。あれは前に意思と気が向いてるっていうことが分かるでしょ。自分の体っていうのをほったらかしにしてる。で、外側、体の外側ね、例えば、左右とか前後とか上下、こうやってどっかに風船のようにストレスをかけてしまってるんです。そうじゃなくって、風船をちょっとしぼませる感じ、体の中心にストレスをかけていく感じ、これ逆、逆っていうか、人に対して、ストレスをかけている人って言いますね。周りに気を使わせる人じゃなくって、自分にストレスをかけていく。そういう抽象度でも話すことができます。肉体的に言ったら、自分の肉体の外側にストレスかけてるんです。それを中にかけていく。中心のより背骨に近いところにかけていく。そうすると、いい姿勢にも見えるし、力も強い、そういう体が作れます。だからこう触った時にテンションがあるっていうのは外側に張ろうとしている状態なんです。骨が重たいっていうことも外側に張ろうとしている状態なんで、中に入れてください。これすごく大事なんで、その姿勢を作っていくときにね、僕も今自分の姿勢を変えてるんですけど、これもこの観点で自分の体を見てるんです。常にどこが重たいのか、どこにテンションがかかってんのか、外側にかからずに自分の内側にかけていくようにしてるし、人にストレスかけないように、あ、これ人にストレスかけんやったらもう俺にかけとこうっていう気持ちでやってるんです。そうすると自分が鍛えられて進化していくんですね。けどやっぱその人を不快にさせる人っていうのはもうね、人にストレスかけるんですよ。もう自分を守りたいから人にストレスかけちゃわはるんですね。そうするとこの人と関わりたくないなっていう人に思われちゃうから、人にストレスをかけるんじゃなくて自分にストレスをかけていくっていう生き方の方がいいんじゃないかなと思いますね。そういう生き方の方が美しいでしょ。これ姿勢ですね。最適ポジションを探せる。
癖として緊張している箇所っていうのは最適ポジションが見つかれば一瞬で取り除けることが多い。例えば緊張があったとしてもふっという気づきっていうのがあればその瞬間ねは一瞬であこれかっていうのを気づけることがあると思うんです。これはその今ねここに来てくれてる人は体感レベルで知ってる人やから分からないけど一般の人は何言ってるか分からないかもしれないけどこの緊張っていうのは一瞬で取れる可能性がある。例えば、野球で言うと全然打球飛ばへんかったのになんかパカーンとホームラン打てたとそういう感覚一瞬フッと抜けて最適なところに動くあのポジションにはまるとはまるっていう言い方ですね。そうするとすごい力が発揮できることがある。これが可能性なんです。本当はその力を持ってるんですみんなね。せやけれどもいつもの癖が出ちゃうからそっちに引き戻されるんですよ。これをどれほど意識するのかっていうのが大事なんですけど意識がいつもの自分に向いちゃってると癖がいっぱい出ちゃってその本当のハマるっていう最適ポジションね、これを常に引き出せないんですよ。これを癖にしていくハマることを癖にしていく。最適ポジションっていうのは全身で最もストレスのかからない姿勢を指しています。体がすごく軽やかだ心地よい快適だってなるような場所ですね。これはね検証したわけではないっていうか自分の体のレベルでしか検証してないんですけどこのポジションにはまっていけば例えば筋骨格系への負担だけではなくって内臓への負担も減る。でこれ感覚的にその自分の中で心理的なストレスもなくなるんです。なんで体が不快じゃないの。まず物理空間における悩みがなくなる煩悩がなくなる。体の気分が悪いとき、しんどいなっていうときに、いいことあんまり考えられないでしょ。というふうに、その体のポジションを一番快適なところにしていく、保っていく、いい姿勢にしていくっていうことは、心の状態も変えていくと。で、それをなすに、緊張している体の部分、違和感に注意を向け、緊張をいなす、まあ、武道で言うといなすっていう言葉なんですけど、まあ、逃がすって考えてもらってもいいと思います。緊張を、いなすと最適ポジションが発見できる。これはよくマッサージとかで、強い刺激を与えてるのにまだまだとか言ってる人いますね。あれは緊張が刺激があるのにその刺激に気づかずにずっととどまっている状態。子供であれば触ったらあっって言って逃げるでしょ。やのに大人であればもっともっとって言うんですよ。あれはその人は癖を強めてるんですね。だから強い刺激のマッサージみたいなのがありますね。あれは子供にやると不快と感じるでしょ。あれは大人の癖が強いからなんですよ。本当は良くないことです。体にとっては物理空間にとっては、悪いこと悪いことっていうかより緊張を強めてるわけ癖を強めてるわけやからゴリゴリ系のだから強いマッサージっていうのはより癖を強めるようになるんですね。ストレスを逃がしていく方向に行ってないんです。子供はそれを感性で変な癖が入ってないから感性で逃げることができてるんです。でも大人は鈍いからとどまっちゃうんです。例えば携帯電話とかねさっきスマホの話もしましたけど僕は触ると気持ちが悪いんです。ほんなら体が逃げるんです。気持ち悪くないようにまあ最終的に置くということになるんやけどねスマホを置くということになるんですけどそれが感性が鈍い人っていうのはずーっともうこの本当は変な電磁波を発してるのにこう走ってるまま何にも気づかずに体は蝕まれていっているという状態になってしまうのでその感性っていうのを高めてほしいなと思うんですね。
Thank you.